こんばんは、ちおちゃんのお時間です。虎は一生のほとんどを単独で行動します。それではなぜ彼らはライオンのように群れを持たないのでしょう。そこで今回は虎が単独で生活する理由について解説していきたいと思います。ちおちゃんでは生物の解説をしているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。虎は食肉目、猫科、ヒョウ属に分類され、同族のライオン、ヒョウなどと共に猛獣に数えられる動物です。メスよりもオスの方が大型になり、また北部の個体群が大型で、南部に向かうにつれ連続的に小型になる傾向があります。最大種はロシア東部に生息するアムールトラで、オスの全長は3メートル、体重300キロを超えます。最も小型の亜種がインドネシア、スマトラ島に生息するスマトラトラで、最大の個体は 2.5 メートル、体重が140キロになります。トラは熱帯雨林や落葉樹林、針葉樹林、乾燥林、マングローブの湿原など、様々な環境に生息し、昼間に活動することもありますが、主に夜行性で群れは形成せず、繁殖期以外は単独で生活します。彼らは縄張りを持ち、メスは定住性が強い一方、オスは同じ地域にとどまる期間が短くなります。トラはこの縄張りの中を頻繁に徘徊し、クソや爪痕を残す肛門の臭腺からの分泌物を含む尿を気合は茂みに巻くなどして縄張りを主張します。行動圏は獲物の量などで変動があり、地域別の発信機を取り付けた調査では、インドやネパールでのオスの行動圏は24から243平方キロメートルに対し、ロシア極東部では800から1000平方キロメートルにもなります。トラにとっては群れるよりも単独で狩りをする方が簡単です。彼らは驚くべき身体能力を持っており、巨体ながら時速75キロで走り、 4.6 メートルの木に登り、幅10メートルも跳躍することができます。また肉食獣では最大の7センチの牙を持ち、獅子には10センチの鋭い爪を備えています。トラは河川を6から8キロメートル渡ることもあり、29キロメートルを泳ぐ例もあります。このように泳ぎもうまく、泳いで獲物を追跡することもあります。これらの身体能力がトラが単独で大型動物を捕殺するのを可能にしています。トラはイノシシ、シカ類、アジア水牛、ガウルなどの牛類などを食べるほか、ゾウやサイも獲物になります。カジランガ国立公園では1982年から2014年までの間に約472頭のインドサイがトラに捕食されています。またジムコーベット国立公園では2014年から2019年の間に13頭のインドゾウがトラに殺されました。トラが主に狙うのは幼獣ですが、成体のゾウとサイを殺すことも可能です。インドニシガーツ山脈のナガラホール国立公園では83頭のトラの殺した獲物の平均体重は401キロでした。これには1000キロ以上の重さのガウルが含まれています。2005年6月から2017年5月にかけてのフワイカー県野生生物保護区の調査では、タイのトラが自分の重さの4から 4.5 倍の動物を常食していることが分かりました。ライオンは群れで狩りをし、ヒグマは雑食動物であり、ホッキョクグマは100キロ未満のアザラシを主に獲物とするため、これほど巨大な陸上動物を日常的に捕食する単独捕食動物はトラのみです。さらにトラはオオヤマネコ、ヒョウなどのネコ科の多種、ツキノワグマやナマケグマ、ヒグマ、オオカミ、ドールなどの他の大型食肉類を殺すこともあります。全長4メートルに達するヌマワニを殺したり、インドコブラやキングコブラを食べたりした例もあります。トラは獲物を待ち伏せることもありますが、主に一晩あたり10から20キロメートルを徘徊して獲物を探します。ロシア極東部で GPS 付きの首輪を装着した個体が 6.5 日に1頭の割合で獲物を殺し、1日あたり 9kg の肉を食べたという報告例があります。トラは獲物を発見すると茂みなどに身を隠し、近距離まで忍び寄ります。彼らの背面は黄褐色で黒い横縞が入り、この縞模様はヤブなどでは周囲に溶け込み、輪郭を不明瞭にし、獲物に気づかれずに忍び寄ったり待ち伏せたりすることに適しています。
そして獲物に向かって跳躍して前肢で倒し、噛みついて仕留めます。ネコ科の多くが夜行性で、約4分の3以上の種が森林に生息し、トラと同じように群れを作りません。動物が単独で行動する利点の一つに、獲物を群れのメンバーと共有する必要がないことが挙げられます。また食料以外にも水などの資源をめぐる競争が少なくて済みます。単独で行動する動物の多くは縄張り意識があり、これらの資源を他の動物から守ります。さらに単独で暮らす動物は集団で暮らす動物に比べて病気の伝播のリスクを回避することができるなどの利点もあります。動物の単独行動の理由には、遺伝的要因と環境的要因の両方に起因すると考えられます。一部の動物は単独で生きる遺伝的素因を持っている可能性がありますが、他の動物は競争、捕食、資源の入手可能性などの環境要因により孤独に生きることを学習している可能性があります。実際個体密度の高い地域では、トラのオスがメスやその幼獣と一緒に行動して獲物を分け合うこともあります。ライオンはプライドと呼ばれる社会的な集団で生活する数少ない大型ネコ科動物の一つです。これらのプライドでは、複数のメスライオンとその子ライオンが優位なオスライオンと共存しています。ミネソタ大学は最近の研究で、縄張りを守るためにライオンは群れを作っているのだということを明らかにしました。質の高い縄張りを持つことは繁殖を成功させる上で不可欠であり、群れが成長するにつれてより良い縄張りを持つことができます。アンナ・モッサー教授はセレンゲティに生息するライオンの縄張りを地図に表しました。ライオンは食料、水および隠れ場所という3つの重要な資源に継続的にアクセスできる必要があります。しかしアフリカのサバンナで生きていく場合、1年を通じて水や獲物が手に入るような恵まれた環境というのは当然限られています。彼らは食料を探してサバンナをフラフラと歩き回るのではなく、獲物が通りそうな場所を活動の中心とします。また乾季には水場が数箇所のみに制限されます。そして小さな子ライオンはハイエナ、ヒョウなどに襲われないように安全な草の陰に隠れなければなりません。このような条件を満たす場所として、川の合流点がセレンゲティで最も重要であることが判明しました。季節移動をする草食動物はワニなどの捕食者に待ち伏せされている危険性があるため、川を渡ることをためらう傾向にあります。そのため川の合流点で閉じ込められることがよくあります。彼らの死亡率はこの場所で最も高くなります。また水の流れは合流点で最も深くなるため、水量が減る乾季でも水場を残しています。そして水分が豊富であるため、合流点では隠れるための植物が最も密集して生育します。このようにライオンの縄張りでは川の合流点が最も重要で、この場所を支配しているプライドは最も多くの子孫を残すことができます。こういった縄張りを単独で守ることは不可能なので、ライオンは群れを作るのです。質の高い場所にいるプライドはより多くのメスを集め、彼女たちがさらにこの場所を維持するのを手伝います。この40年以上のデータから、プライドの大きさが縄張りの質を主に決定することが分かりました。ライオンが群れを作る理由について詳しく知りたい方は以前の動画もご覧ください。狩りだけのことなら、ライオンは単独でも集団でも成功率は変わりません。むしろ群れは全員が食事にありつけるように、リスクの高い大きな獲物を狩る必要に迫られます。しかしそんなリスクを負ってでも、この恵まれた縄張りは維持する価値があるのです。またそれがインドライオンや、かつてヨーロッパにいたヨーロッパライオンなどが基本的に単独化、作っても小規模の群れである理由でもあります。トラが生息するアジアはサバンナと違い、川の合流点のような場所を守る必要がありません。単独で狩りをする能力が十分にあるトラは、獲物を分け合って自分が食べる分が少なくなるリスクを負う必要もなく、そのため群れを作らないのです。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。通知もオンでお願いします。それではまた、ちおちゃんのお時間でお会いしましょう。